今回は、ニートを始めると宣言したイッチがミナにアドバイスを求める話を紹介するよ。二十歳の Y が今日からニートになるんだが、お前ら何かアドバイスをくれよ。とうとうこっち側に来てしまうんか。いいから働けていき。まだ若いやん。ニートになる理由は？高卒で働いてた会社を辞めてきた。しばらくは働くつもりがないからお前らの仲間入りやで。先輩からのありがたいアドバイスをくれメンス。二十歳は若すぎる。30くらいになってから出直してこい。マジレスすると両親との仲は大事だな。特に母親との仲が今後を左右する。親の機嫌を伺いながら生活させていただくのがプロニートだ。親戚や友人が来た時とかは隠れた方がいいな。話すと憂鬱な気分になるし、親も親戚や友人にはニートを隠したいもんだからさ。正月とかお盆とかやだよな。親戚が来るときは寝カフェ避難がええで。ここに実際のニートはどれくらいおるんやろ？むしろニートしかいないだろ。アドバイスって言うならニートなんかなるな。働け。二十歳ならまだいくらでも働けるし、ニートなんかなりたくてなるもんじゃないぞ。それでも Y はニートになりたいんや。親はそれで納得してるんか？マッマやパッパは大事にな。スポンサーを怒らせたら終わりやで。スポンサー？親のことやな。あとは何年ニートするかとかは考えておいた方がいい。親は一生生きてるわけじゃないからな。30代になると就活がハードモードや。まあまだ若いし1年くらいニートしても大丈夫やない？あとはニートは適性があるからな。軽い気分で臨むとすぐ飽きるぞ。3ヶ月から半年くらい過ぎたくらいでニート適性が問われる瞬間が来るよな。昼夜一転しがちだけど社会復帰を考えてるなら、生活リズムは整えておくべき。生活リズムは大事やな。完全に昼夜一転してる Y は言えんけど。長くニートする予定があるなら家事ができるようになった方がポイントは高い。女やったら家事手伝いって名乗れるし。女のニートはずるいよな。Y は男や。友達はおるんか？周りが就職したり結婚したりすると焦るで。あとまあニートになったら彼女は諦めろ。二次元に恋するしかないな。小遣いとかは？ Y は数千円しかもらってないから貧乏ニート生活や。多分イッチは実家暮らしだと思うが、一人暮らしのニートは優雅でええよな。親の手伝いは頼まれたら絶対だぞ。人間関係悪くなるとすぐ追い出される。追い出されそうになったら気が狂ったふりをするのはどうやろ。事件になると思えば追い出せんやろ。マジで追い出されかけて、ちょっと気が狂ったふりをしたことあるぞ。外に出されたって働けるわけないし。クズニートが湧いてきたな。なんで働かないんだよ。働いた方が楽しいぞ。もう働きたいとは思わん。イッチの親は納得してるんか？子供がニートになりますって言って納得する親なんかおらんだろ。ニートって金持ちの家に多いけど、イッチの家は金持ちなんか？親にはしばらく働かんって言った。うちは別に金持ちじゃない。1年くらいは働かんって言ったら職探しくらいはしろって言われたけど、とりあえず今日からニートするで。それ親は認めてないやん。これから毎日のように働けって言われるぞ。最初の1ヶ月目は放置してくれるかもしれんが、2ヶ月目くらいからうるさくなる。で、半年過ぎたくらいがピークで数年経つと諦められるんだよな。諦められた後も思い出したかのように働けって言われるからきつい。Y はまっまとかなり仲がいいし、Y がポンコツだと思ってるから、出てけとか働けとか言われないで。イッチはうつ退職とかか？手帳持ちだとちょっと有利だよな。診断とかは受けてない。ただ嫌で仕事辞めた。甘えだな。その会社がクソだとしても他の会社なら大丈夫かもしれないだろ？なんか簡単にニートって決めてそうだし、ニートしてもすぐに飽きそう。ニートして何かやりたいこととかあるんか？一日はかなりあるんだぞ。とりあえず見たかった映画を借りてきた。見たい映画くらいすぐに終わるぞ。暇になってからがニート生活の勝負よな。Y は半年おきくらいに働きに出てるよ。貯金してニートしての繰り返し。それちょっと楽しそうだけど、一度会社を辞めたら働きたくなくならない？たまには働いた方がニート生活にもメリハリが出るし、親にあまり文句を言われなくなる。近所に噂されることもあるから日中外に出かけるのが難しくなるぞ。噂されると親も厳しくなるし。二十歳なら大学生かもって思われるから良くない？大学生もニートみたいなもんだし、今から大学に入ればいい。大学入るようなお金はうちにはない。とりあえず二十歳で人生捨てることないと思うぞ。Y ニートだけどそろそろ働けって言われてて辛い。20代の頃より仕事も選べないしさ。一気は働いた方がいいと思う。俺は別になりたきゃニートでも何でもやってみればいいと思うけどな。やらないとわからんこともあるし。普通はそうやけど、ニート体験とか別にいらんやろ。空白期間は気をつけた方がいいな。あまりにも長すぎると再就職に不利になるしさ。そもそも一気はニートになる動機が弱すぎる。そんなんで続けられるんか？意外とニートを続けるのも大変なんだよな。ニートが何語ってんだよ。上級ニートが出てきててくさ。ここに偽物のニートとかもおるんか？ヒント。
ニートと偽るメリットは？確かに学歴とかと違ってニートアピールなんかしても仕方ないか。と正論で草。本物のニートの愛に謝れ。大体平日のこの時間にずっとレスしてる奴らなんか全員ニートやろ。大学生もおるで。実際ニートってどうなんや？小遣いとかないなら働いた方が絶対にいいって。ワイもニートを辞める気はないけどな。なんや？これだけか？もっとアドバイスはないんか？これからずっと暇なんだしそれくらい調べろよ。一日のスケジュールとか立てておけば。5チャンネルは一日2時間までよ。暇なら親に働けって言われた時の言い訳とか考えておくといい。とにかく親が老けるってことを考慮するべきだよな。あと何税民の言うことは信じるな。ワイは20代なら大丈夫。30代もなんとかとか言われて失敗したからな。ああ年齢聞いて大丈夫っていうやつが一定数おるよな。それより働けって。まあ一回くらいニートしたい気持ちはわからんでもない。でも一度逃げる癖がつくと何度も逃げるようになるんだよな。鬱とかじゃないなら働いた方がいいと思うけど。まあニートは気配を消して生きるしかないよな。ワイは親とすれ違ったりしないように20時頃に起きて夜中生活しとるで。そういうのもあって昼夜一転しがちなんだよな。とりあえず1年くらいで復帰した方がいい。それ以上ニートすると戻る気がなくなって積む。気づくと40とかなると悲惨よな。ワイの親戚にニートがおるけど、毎年働くって言ってもう35だぞ。35はニートじゃないんだよな。っていうかお前もニートだろ。結構、兄弟や親戚でニートとかあるけど遺伝とかあるんか？親の育て方だろ。毒親出身のニートとか多いよな。あれは仕方ない気もする。ニートは底辺だからな。底辺だって思いながら生きるように。ニートでも偉そうにしてるやついるよな。5チャンネルだけで生きてるようなやつになるなよ。ニート歴長いと親に丸されるから国丸しそうで怖い。事件多いもんな。60、80問題とかになる前に働くべき。フリーターじゃダメなんか？働きたくないって言ってるやろ。フリーターもする気はない。そこまでしてニートになりたいんか？マジで思ってるよりデメリットしかないぞ。と言いつつワイはニートをやめん。なんかわかる。自分はやめる気ないけど他に進める気にもならんのよな。それ、ちょっと自己矛盾。友達とかいるなら外とのつながりは大事にしろよ。マジで暇だし友達がいないと終わる。ニートもアクティブなニートとびきニートがおるけどエッチはどっち？コミュ障とかではないけどしばらくは家にこもりたいとは思ってる。仕事はしたくないけど友人と会うとかならいいな。金がないけど。働いてる時の貯金があるやろ。お小遣いもらえるとも限らんから今ある貯金は大事にしろよ。欲しいものとか買えなくなって普通はニートをやめたくなるんだけどな。まあ適正あるかどうかは半年後くらいにわかるやろ。すれ立てばかりする毎日にはなるなよ。ニートしてると鬱になりやすいから気をつけろ。ソースはワイ。それはある。ワイもニートしてから鬱になった。まあニートする前から鬱っぽさはあったけど。働けるなら働いた方がええと思うけどな。ここまでワイの自演。ニートって結構いるんやな。暇だから ID 数えてた。これだから暇なニートは。家族がニートしてるけどマジで丸したくなるから働け。っていうお前もニートだろ。だから昼間にスレに出てくるのは大体がニートだとさっきから。察し。難しいことは考えなくていいだろ。暇をいかに潰すか、いかに親と仲良くするかや。ニートになれるだけいいよな。確かに。Y なんて親に資金もないし貯金もないしでニートなんかできないな。とにかくいつまでニートできるかわからんし今を楽しむんやで。そして数年後、ニートになったことを後悔するエッチが。強い思いがなかったらニートなんかやめとけ。ニートってそんなすごい存在やっけ？さ。とりあえずなるようになるだろ。初日からこんなところで質問してるようでは無理。楽しいのは最初の1ヶ月だけだよ。来月もニートできてるか見物だな。親に働けって言われる可能性もあるしな。ニート同士が争ってて草。働けるやつは働けよ。ニートになるためのアドバイスとか必要か？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。今日からニートなんだけどまず何すればいいの？とりあえずいつもの癖で早く起きてしまった。歯磨いて顔洗ったら何すればいいの？寝ろ。いや嘘だろ。腹筋しろ。俺もやるから。13キロジョギングが基本。ジョギングとかねえだろ。お前はアホか？朝のジョギングは基本だぞ。午後は筋トレ。え、そうなの？まあ体鍛えて損はないよな。ちなみに朝から寝るのはニート3ヶ月過ぎたあたりからだからな。いい天気やな。俺今から寝るけど。すっきりしちゃったらダメだろ。何勝手に歯とか磨いちゃってるのよ。動画サイトとかでやりたいゲーム探して遊ぶ。とりあえず家にある漫画を全部読んだりするといいかもな。歯は1日1回。風呂は2日に1回。髭は週に2回。守れよ、ハゲ。ニート始めてから1ヶ月はいいけどそれを過ぎるとだんだん焦ってくるよね。今2年。焦りまくり。空はこんなに青いのに。壁を殴って朝食を待つ。初日はひとしきり通勤に出発するやつを見てから寝ろ。
夕方まで寝ろ。いやもう8時間寝て今起きたんだって。8時間とか少なすぎるだろ。むしろ8時間だけ起きてればいい。メンタルトレーニングだろ。ニートは工房よじゃないとやってけない。だが現実逃避のメントレはするな。抜けられなくなるぞ。アムちゃんにたら寝る合図。俺もニートだわ。金持ちニートでよかったよ。さあなぜニートになったのか書くのだ。働きたくなくなったからだよ。とりあえず見たい DVD たくさんあるから10時に伝え行きます。なんかニートになってすぐに映画見たり漫画読むやつ多くない？それくらいしかやることないんだろ。ニート適正ないな。上級者はスーツ着て出勤するふりして社畜気分を味わいつつ公園で飯食って帰る。マジかよ。プロニートを知らんのか。10時間以上寝ろ。あとはゲーム、読書、ネットをするだけ。たまに早朝の散歩に行くといい。新作ネトゲに着手。オットウェブマネーの用意はできてるんだろうな。ゲームとかプレステ2依頼してないから今さらついていけねえわ。最後にやったの FF10 だもん。俺も今ニート2日目。とりあえず今日は暇だから銀行に通帳記入しに行く。仕事してる時にできなかったことしようぜ。役所、病院、銀行関係。親の負担を減らすためにフロア3日に1回な。水道代にも気を使うこそ立派なニート。平日に行ったことない場所に行く。帰ってきてから遊ぶための予定表を作るとニートライフが充実して2と10になれる。予定決めずにダラダラしてると3ヶ月後には飽きてどうでもよくなるから普通のニートになってしみう。働け。半端な覚悟でニートになるなよ。舐めてんのか。とりあえず今日の予定考えてみた。ニートの先輩から見てアドバイスお願いします。10時に蔦屋に行き DVD 借りる。11時半から DVD を見ながら昼食。14時からパチスロ打ちに行く。23時に松屋で夕食後に帰宅。他人に意見もらおうという考えがそもそも落第点。あとその程度のことならいつでもできるし。リア充の休日じゃないか。お前はビップに向いてない。ニコニコ言ってろ。終了。いや、充実してませんやん。ニートなら朝一から打てよ。俺も2ヶ月前にニートになったよ。それまでバカにしてたソシャゲに課金して過ごす毎日。正直言って、ゴミです。そんなにお金余ってんですか？貯金が趣味みたいなもんだったからね。あと雇用保険が60日残ってるから、それ終わる頃には次の仕事見つける。しかしやることないと金使いたくて仕方なくなるのはなんでだろう。ネトゲやってみれば？なんかハマると抜け出せないんでしょ？怖くね。今職業訓練校に行ってる俺から言わせてもらうと、朝起きて飯食ったら、お日様浴びて1時間ぐらいその辺歩け。朝のお祈りした？出勤中の社畜横目にランニングしてオフィス街のコンビニで一休み。なるほど。そいつは気分いいかもしれん。社畜を意識し始めたら終わり。社会復帰する時の空白期間の言い訳もちゃんと考えておけよ。朝ごはんを食べる。インターネットを開始。基本無料ゲームに手を出す。昼ごはんを食べる。ゲーム再開。だんだん無課金の壁が見えてくる。合間に2チャンネル。夕ごはんを食べる。2チャンネルのゲームのスレで愚痴る。深夜アニメを見る。寝る。ゲームと2チャンネルしかしてませんよね。それ。結局ゲームと2チャンしかやることないよ。そんなもんだよ。素晴らしい。ネラーらしく絵描くとかギター弾くとかしたらどうだ。お前らってギター弾けたの？俺友達も彼女もいないからな。幼女の登校姿を温かく見守るのは紳士のたしなみ。最近ニート歴5年目を迎えたが一人デイキャンプにハマってる。とりあえずなんか外に出て料理するんだ。楽しいぞ。まず先輩に挨拶するのが礼儀だろうが。すいません、今日からよろしくお願いします。引きこもりはともかく、社交性ないやつや休日ずっと家にいたようなやつでもニートになると社会へのつながりを求めて急に活動的になるよな。税金バンバン来るから覚悟しとけ。とにかく働きたくない。毎日が苦痛だったから。カビで臭いエアコンは良くないが換気扇は部屋がカビ臭くならないから良いよ。もはやどうやったら社会復帰できるのかわからない。つるか窓を開けていい空気吸うと良い。砂利でコンビニまで往復してきたよ。腹筋もしたよ。でも躁うつ病になっちゃって、毎日仕事行く生活が怖くて仕方ないよ。仕事行くのは怖いよ。円形脱毛なって薬飲んでる。快適なニートライフのために家事は怠るな。とりあえず選択だ。まずは役場に行って、これからニートで開業しますよ。ってことを報告しなきゃいけないんだよ。手続き結構めんどくさいよ。近年は窓口激混みだからね。挨拶回りしたか？ニートもいろいろ大変なんだな。ニートで開業届は草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。わい、今日からニートになる。働いたら負けだと思ってる。何歳？22や。仕事辞めたんか。大学卒業したけどまだ就職先見つからん。若いな。大学はいいとこ出たんか。いいとこと言えるかどうかはわからん。そのレベルなら就職先が見つからんってことはなさそうやが。高望みしたんか。
公務員洗顔や。もう正規ルートから外れたわけやし、のんびり行こうや。やね。おっやからは後に、3年は就職するまで待つって言われたし。何のために大学行ったの？なんやろな、最後までわからんかった。周りみんな就職してるけど焦りとかが不思議なくらいないわ。ええやろ。この世界の主人公はエッチなんやから好き勝手やるんやで。ある程度は好き勝手やってるけど、やっぱりあまり周りに迷惑かけるわけにもいかん。周りは自分が見るから周りなんや。エッチが存在させてあげてると言っても過言やない。まあそこまで言うのはあれやな。Y が存在させてあげてるのも事実やけど、同時に Y も周りに存在させてもらってる。対等な立場に立ちたいわ。周りの自分に対する認識を認識するのは自分やで。対等やない。やっぱり人間である以上は、周りの評価はどうしても気にしちゃうわ。そんなもんクソくらいやで。周りのバカ相手にしてる暇あったらやりたいことやりまくれ。世間の常識の中心はエッチやで。エッチの常識に外れたやつは社会不適合者や。そこまで振り切れるとええんやろけどな。昔から何かするたびに周りからあれこれ言われて萎縮するタイプやったから、自分の行動になかなか自信が持てん。同じやな。どうせ周りも辞めるしと思ってるから余裕あるんじゃないかな？それはあるかもしれん。どんな時でもできる限り余裕は保つようにしてるわ。なるほどな。まあそれに振り回されて良くなかったことがあんまりなかったんやろ？ Y は何回かあったから家族も信用してへんな。結局他人やし。自分以外信用できなくなったらヤバいと思ってるから最低限家族は信用してるんを。信用する方が終わってると思うで。他人に期待していいことなんてないし Y も期待されたくないからな。そうやってできていく関係は依存によった関係になるで。君と似たようなこと言ってたと思ったな。他人に期待するたびに裏切られるから。それなら最初っから期待なんか持たないって。 Y は性善説を信じてるから他人は信頼してなんぼやと思ってる。裏切られるからというよりさ、Y は Y でその人はその人でのお互いに尊重し合った関係は、そんな風にしててもモテへんからやな。なるほどな。表面上の関係ってのもなんか嫌やし、かといってさっき言った依存してズブズブの関係も嫌ってことか。難しいわな。大学なんて所詮そんなもんや。いっち今頃わかったのか。大学で楽しそうにしてたやつもいたけど Y は楽しめなかった。それだけの話や。 Y も4月から無職。仲間やね。新入りニートやな。先輩かな。よろしくやで。先輩やで。ちな3年目や。3年目か。就職の予定はあるんか？ないぞ。今ちょうど起きたところや。今日の初レスはこのスレや。これはプロニート。 Y どうしても7時に目が覚めちゃうんを。なぜスレ立てを4月まで待てないのか。暇だからしゃあない。そろそろ昼飯食ってくるわ。ほな。マジレスすると大学生なら働いた方がいい。だよな。でもまあ働きたくない気持ちもわかるな。 Y もニートやし。今は若くてもすぐにジジイになるぞ。とりあえずまずは暇つぶしを考えるべきだな。やってみればわかるけど数ヶ月で飽きる。でも大学生もニートと変わらんくない？合法ニートかそうじゃないかの違いくらいしかないな。リア充以外の大学生はニートみたいなもんや。いい大学に入れてもらってもこれじゃな。親がかわいそうだな。一気は昼食か。 Y はこれから寝るで。昼夜一点ニート多いよな。 Y ももう少しして昼食食べたら寝るかな。生活乱れると鬱にならん？もうなってるから気にしてない。ニートの鬱発症率高いよな。最初から鬱のやつもいるからな。 Y はニートになってから鬱が治ったで。やっぱりブラック企業勤めは心を壊すわ。それはよかった。さあ寝るか。まだ13時で草。夜中になればまた起きるよ。もう4月になるのか。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。